弊社のメールアドレス間違って書き込んでもうた。まあ、ええやろ。結果。一致はアルナンジェイミンのレスを貼り付ける。弊社社長の社内用アドレスが、ボス、社名、@jrwest.com や、関係ないグループ会社のやつでも知ってるで。ドメイン名か？無意識で売ってもうた、まあええやろ。ええ？くさ。西日本旅客鉄道株式会社で、くさ。いかんでしょ。ネタかと思ったが、ガチなんか？最後にホームラン。打つなよ。これ、ガチでヤバくて草生えたわ。言うほど前か？うっかりなら、じゃあない。なんでやるん？ヒヤリハットやね。ヒヤリで済んでますか？くさ。肝は冷えるやろ。くさ、ええとこ勤めてはりますやん。誰か特定しようがないので、セーフ。まあ、社長のメールアドレスなんて、名刺交換すりゃ教えてもらえるし。社名がフルネームか略称かわからないので、セーフ。まあ、ビジネスメアドとか公開情報やし、問題ないやろ。まあええか、切り替えていけ。リアルタイムで、くさ。しかし、ボスは笑える、考えたやつ、中学生かな？まあええやろ。まあええやろ。これ、もう重大インシデントだろ。これ以降、出せなくてくさ。言うほどセーフか？まあええやろの精神、今のナンジェイに必要なメンタルや。さすがにクリアロ、社長交代だってあるのに、そんなメアド2000は、しかも、ボスって上司って意味やしな。言うて、最悪でも社内法に乗るくらいやろ。そもそも、JR 西のドメイン、JR ウエストじゃなくて、ウエスト JR やろ、JR ウエスト .com は、変な人間会社に先にドメイン取られたって聞いた気がする。せやね、そんで、そのドメインももう失効してるから使われてない。自分のメアドじゃないから。よし。9号、本件を防ぐために会社ができること。徹底的な教育とか、会社からのアクセス制限以外になんかあるんか？周りからしたらどうでもいいけど、内部からしたら超怒られる典型的なやつやん。まあ、そこら辺のバカが送っても迷惑メールフォルダ行きやろ。JR じゃないやん。68個も、何を調べたんや。は、JR ちゃうんか、こんな紛らわしいドメインポルビーソ企業、どこやねん。一文目は、初めて連絡差し上げますにしろ。言うほどお世話になっとるんか？御社は、草。迷惑メールみたいな件名つけてんな。あなたって誰や？スパムみたいな文章で、草。これぐらいが最低限やぞ。差し上げるって勘違いされるから控えるわ、めんどくさいねん日本人。いや、これがヤバい要素あるか？メールのドメインとか調べたら誰でもわかるだろ。なん JR 西日本、最低だな。まあええやろの精神、今のなんジェイに必要なメンタルや。手の込んだ釣りかよ、JR 西のドメインが JRWEST.com じゃないとか、よう知ってたな。一致がドメインうろ覚えだっただけで、普通に JR 勤めなんちゃう？ドメインうろ覚えとか、あるわけないと思う。今時メールアドレスなんて手入力せえへんし、ありえへんこともないと思うが。これか。20年前のネタなんか、すごいな。そんな古いネタやったんか。巧妙な釣りやな、電車とか好きそう。何の意図があって混乱するんや。こんだけ釣れる才能すごいな。ボス、始まりのメールとかもうすでに面白いやろ。社長のメールアド巧妙は、草。会社のメアドとか単純やないんか？ Y のとこめちゃくちゃ単純やで。Y も、名前アットマーク会社ドメインや、役員とかすら適当にやっても連絡できてまう。Y んところは複雑やぞ。御社と記者なんか気にしたことないわ。お前ら、ほんまに気にしとるんか？さすがに、仕事中は気にするやろ。マイナーすぎる使い分けってわけでもないし。初めて連絡する相手にも、いつもお世話になっております。は、普通に使うだろ。ニート多すぎてくさ。誰やこいつ、って思いながら指摘せんだけやで、社内なら通じるからまあええかかん。会社単位はお世話になっております。個人単位なら〇〇と申しますと加えるわ。いつもはいらんやろ。お世話になっております。おわ、お世話になりますや。Y は、初めての相手に送るとき、星々社、延々様、突然のメール、失礼いたします。〇〇社、Y と申します。以後、よろしくお願い申し上げます。から始めるけど、なんかあかんやろか。ええやろ。メールマナーの話に流れ変わってて、草。コンプルアイアンス違反やん。うち、社長だけドメイン違うから迷惑メールに振り分けられるの笑う。草。で、結局、どこの会社のメールアドレスだったん？なあなあにしてよいから、俺にだけこっそり教えてくれや。どこでもないでたらめや。営業者なくしたやつよりマシなので。セーフ。弊社の新入社員のメール、わらわらわら。直してみよう。
部長っけー、ういっすー、朝から完全にポンポンペインでー、つらみが深いのでー、一日お布団でツヤーしておきます。明日は行けたら行くマンです。逆に許せる。ええやん。文章を正しく直しても怒られるやろ。逆に好感度上がった。こんなん人気者やろ。出過ぎた杭は打たれないでー。引っこ抜けるぞ。本当に出る杭は打たれてもなお出るのさって昔見たアニメで言ってた。こんなん絶対可愛がられるやつやん。部長も笑うだろ、こんなん。こいつが先輩になった時に試されるな。部長に休暇のお伺いを立ててるってことはこいつ課長級だろ。確かに。くさ。確かに。くさ。そんなの会社によるやろ。あとその伺い立てるってブラック社畜っぽいからやめろ。むしろこの答えが正解なのではなかろうか。実力に裏付けされた破天荒キャラ好き。課長すっ飛ばして部長に送ってるのかもしれない。くさ。釣りバカ日誌みたいな話やな。絶対バリバリ仕事できる人能ですやん、こんなん。物おじせんというのは一つの強みやで。出世早そう。強い。ポンポンペイン好き。ポンポンペインはつらみよな。松本人志みたいなコメントでいいな。松本、休みます。ポンポンペイン、癖になるわ。ポンポンペインって、Y の周りだけで流行ってる言葉かと思ったら、使ってる人おったんやな。俺が上司だったら、逆に好きになるかもしれんわ。取引先には、めちゃくちゃ丁寧なメール送ってそう。実は、新入社員で一番仕事できそう。つまらない仕事の最中に、笑いを提供してくれる、神。笑顔で首にするわ。まあ、ええか、ってなるわ。部長の方が返信に悩むやつやな。誠にごめんなさい。部長に連絡しとるってことは、実は新人やなくて課長かもしれん。これ、もう部内のマスコットだろ。模範解答は？すみません、体調不良で。LINE のメッセージかな？行けたら行くマン好き。LINE も CC に入れてほしい。ガチでどう直せばいいのかわからん。〇〇部長、お疲れ様です。〇〇です。今朝から腹痛に見舞われておりますが、本日も問題なく出勤する予定です。明日も出勤いたします。社畜の鏡。メールすんな。やめや、コロナのご時世やぞ。部長に、お疲れ様ですって使っていいの？お世話になりますとかの方がいいと思ったんやが、違うのか？かわいそう。社内にお世話になりますわ、変。そうなんか、マナー研修ガチでやるわ。目上の人には、ご苦労様やぞ。ちゃんと覚えとけよ。3月、初上司やからな。抜かりなく行くで。ご苦労様は、目上の人間が、下の人間に言うねぎらいの言葉や、間違っても言ったらあかんで。なんやこれ、草。C 好き。C 草。D やってみたい。D A やん。最後の D、かっこいいわ。ババ抜きしてて、草。ただし、あなたは新入社員です。やめや。20分も早く着いたら、相手に迷惑やろ。10時50分に、会社の最寄り駅に着く電車があるとは限らんやろ。ちょぐらい、もう漢字でも読めるわ、ボケなすー。ちなみに、模範解答は何なんや？明日から社畜 Y 参考にするで。シンプルに、体調不良で休みます。デイで、長いと、帰ってけ病を疑われるぞ。メールやなくて、電話で連絡ちゃうか、そもそも。起床しましたが、非常に体調が悪いので休みます、くらいでいいわ。起床しましたがは、くさ。何税人なら、すれ立てて報告。これ来たら、多分クソほど笑うわ。すまん、今日は無理やで、また明日連絡するわ。ほんな。